トメさん、ご飯ってさ、一人で食べてる？何で笑ってんの？一人よ。何バカにしてるでしょ、今。うん、いやいやいや。何、うん、何私もなぜなら一人で食べてる。何の話これ。いや、一応さ、なんかさ、うん、みんなどうやってご飯食べてるのかなと思って。どうやってって最近だとさ、なんかさ、配信してさ、今ご飯食べてるよとかいうお客さんがいたりとかさ、今ラーメン屋さん並んでるよとかさ、あ、はい、ルアーさんの配信を見ながら、そうそう、ああ、なるほどね、はいはいはい、言ってくれたりしてんだけど、うん、あのチェキ飯って知ってる？知らん。チェキ飯、うん、チェキ飯って何？チェキってあるじゃん。あ、チェキある、写真撮るやつでしょ。そうそうそう、はいはいはい、私のところにあんまりニーズがないんだけど、うん、なんかそう、ちょこちょこさ、私のところにあんまニーズない話をちょこちょこ入れてくるけど、うん、そんなことないからね、買うよっていうコメント待ち。確かにね。だから、うん、承認欲求が凄まじいってことだよね、ルアさんは。一回下げて、下げて、そこにそうでもないよっていうその反動を楽しみたいってことでしょ。うん、どうだろう。なんでどうだろうじゃないでしょ。欲しいんでしょ、そのコメントが。いや、コメントはいらない。何が欲しいって言ったの今、何なの。わけのわからんこと。そう、チェキ飯っていうのがあるんだって、世の中、うん、最近。どういうことって、チェキ飯で何すんの？チョコレートついちゃった。ああ、もう食べ過ぎなんだよ、チョコ。あ、もう、ああ、すごいついてるじゃん。見えない。見えないけど。チェキ今日はね、あれな、何、ちょっとなんか、ゾメ、うん、そう、チェキ飯について、うん、みんなにちょっと。うおさおするな、知ってるかなと思って。うんうん、知ってた？チェキ飯って知ってる？いや、知らん、知らん、知らん。なんか、推しさんのアイドルとかさ、うん、シンガーさんとかさ、可愛い子ちゃんのチェキを買うじゃん。うん、それをチェキを、こうご飯と一緒に撮ってっていうか、写真がいろいろツイッターとか上がってるんだけど、うん、一緒にそこにチェキを置いて、うん、その推しと一緒にエアーご飯みたいな。だから、なるほどね。だからチャーハンの横に例えばルアさんのチェキを置いて、うん、ルアさんと一緒に食べてるみたいなことをしたいってこと？まあ、っていうよりはもうチェキと一緒に食べてる状態だよね。あ、まあまあ、そうそう、まあ、だからその、まあ、言ったらね、うん、うんうんうん、そういうね、何がおもろいの？いや、わかんないけど、なんかそういうムーブメントっていうか、ムーブメントがあるの、文化があるみたいで、結構ね、昔から、うん、多分、へえ、まあ昔っつってもまああれだけど、まあ、チェキだから、そう、すごい、あとね、推しのチェキをね、うん、こうご飯とかに置いて、うん、例えばなんかすき家で牛丼チェキ飯とか、あとね、 DD のチェキ飯っていうのが面白くて、うん、DD って誰でも大好きだから、自分の推しさんの一個のこの、うん、推しの子だけをのチェキを集めるんじゃなくて、うん、とりあえずもう可愛い子ちゃんのチェキをいっぱい集めて、うん、でそれ、まあ、そういう誰でも大好きみたいなのが DD っていうみたいなんだけど、うん、そのいろんな、もうあれですよ、ハーレムですね、これ。ああ、なるほどね。じゃあれだ、ハーレムチェキ飯、なんていうか違う意味でおかずにしてるってことだね。まあ、そうですね。ね、食べるときに、ね、そう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 、でもさ、面白いよね、なんかね、そっか、そういう使い方があったんだと思って。なるほどね。まあ、だから言ったら家にポスターが貼ってあるような状態でしょ。そうだね。それが近いか遠い、そうそう、ちょっと遠いかもしれない。しかもさ、チェキだったらさ、持って歩けるし、うん、なんかポスター広げてさ、外のご飯屋さんでさ、まあまあね、急にね、向かい側のさ、例えばね、ボックス席のファミレスのボックス席行って、なんか一人なのに二人ですとか言って、うんうんうん、ボックス席通してもらって、うん、向かい側にさ、なんかさ、こう抱き枕、枕みたいなの置いたりとかさ、うん、ポスター広げて食べられないじゃん。そういう人も時々ね、つわものいるかもしれないけど、まあそう思ったら店員と側からしたら、うん、あ、そっかそっかってなるけどね、まあそういうのもあんだなって、そうそう、うん、そうなのよ、チェキ飯新しいなと思って。でも確かにさ、楽しくない？そう思ったら全然楽しくないよ、本当、うん、何がいいの、なんで、例えばさ、ほらフィギュアが好きな人とかさ、フィギュアを置いて一緒に飲んだりとか、うん、ご飯食べたりとかさ、あ、まあまあね、あと趣味のね、かわいい人形飼ってる子とかはさ、人形飼ってるって、人形こうやってさ一緒に置いてさ、うん、話しかけながら食べたりとかさ、うん、あるじゃん、うん、あるじゃんって、そう、うん、まあね、そういうね、そうなの、だから誰かこの放送を聞いてくださってる方、うん、あ、見てくださってる方、うんうん、あのチェキ飯してほしいよね、うん、ルアのチェキで。ああ、なるほどね。あ、うん、でも言ったらそれで拡散になるもんね。言ったらほら、グルメとかはさ、みんな興味があるから。そうそう、誰やねんこいつみたいな、ね。そう。そう。なんかほら、例えば。可愛いわけでも若いわけでもない。いや、いいな。女のチェキ。なるね。でもそれ今コメントまた欲しいわけでしょ？そんなことないようなコメント。熟成し。いやいやいや、いいじゃん。別にそれは。あんま熟してないんだよな、うん。熟してないんだけど、木から落ちちゃったみたいな。なるね。じゃあ、あの銀杏の横にルアさんとかね。
なんか渋い、ね、日本酒の横にいるわ。そうだ ね, とかね、それはいいね。そうだから今日はチェキ飯のすすめっていうことで、うん、みんなにちょっとね進めたのね、これ今進めてんの。あ、進めてんの。あ、そうかそうか、まあね。そう、だからチェキ飯をあげてる人は大体アイドルをしてる人たちのこのなんか、うん、あれなんだよ。だからそうじゃなくて、うん、シンガーソングライターのチェキ飯してくれい。くれい。チェキ飯って調べると大体アイドルなんだよ、出てくる写真が。そうかそうか、だからまあね、まあやっぱまあ言ったらまあそっちの方がまあキラキラしてるしね、まあ、なんかアイドルだからこうアイドルっぽいこう何キラキラしてなくてごめんね。いやほらシンガーソングライターがほらなんかほらアイドルっぽくさ、なんかキャピーとかさ、うん、あんましないじゃん。やっぱそれしてる子もいるよ。いやいるけど、でもほらやっぱ本業ですから彼女たちは。もはや、うん、だからポージングとかもやっぱさ、うん、やっぱもう洗練されてるわけじゃん。そうかな、うん、ディスってるね。急にそうかな、なんなの。ちょっとちょっと対抗意識燃やすのやめて。いや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 、うん、ね、熟女チェキっていうタグとつけてさ、どう。ああそう。でもこれ熟女好きにとっては私は熟してないみたいだ、うん、だから無理なんだ、うん、そうだね。どっちにも熟せない。熟せない。もうどっちにも熟せない。熟熟してるけどね、うん、心の奥はな。熟女ってどんぐらいから、あともう5、6年でしょ。40ぐらい過ぎたらもう熟女なんで、うん、じゃあロアさんが生地若く見えっからいけねえんだよ。いやさ、でもさ35歳過ぎたら熟女みたいなさ、うん、あの扱いの人もいるじゃん、うん、男はなんていうの、ちなみに。熟男。熟男なんていうんだろうね。じゃあ枯れ線。あ、枯れるのか。男の人は枯れてくる。枯れてんのか。それがまた男の人は枯れてく感じがいいんだけど、うん、女の人は熟してく方がいいんでしょ。あ、確かにね。女の人は枯れない方がいいじゃん。でも熟すってことは腐っていくっていうことでしょ。腐る前に食べてって話よ。なるほどね。結局でも失礼な話だね。最初腐るってことでしょ。腐るのか、うん、それとも、まあ、土にかかる。いやいや腐ってない。いやいや一緒やないか、ほとんど。なるほどね、うん、まあ熟女熟した。まあでもそっか、まあ女の人のことを、まあ、フルーツっていうかそういうのに例えたりするもんね。そうそうそう、確かに、うん、そうなのよ、うん、まあちょっと話脱線しちゃったけど、うん、ぜひ、なんだっけ、あ、チェキ飯ね。そう、チェキ飯、皆さんぜひぜひね、だから誰かこのね、ライブ来てもらってね、うん、チェキ買ってもらって、例えばじゃあチェキ飯用に1枚とかね、そしたらそのチェキ飯用のポージングかなんかをみんな考え出すとかね、うん、そう、チェキ飯用の、うん、なんかこれで、うん、これを食べてるチェキ飯、チェキ写真撮ってほしいとかね。だよね。そのチェキ飯、そのご飯をもうすでに食べている姿をチェキで撮って、そうそうそう、それをチェキ飯に撮って、でそのチェキ飯をまた置いたその同じもののチェキをまた撮ってって、なんかよく見たらずっとルアさんが続いていくみたいなしたらいいんじゃない。怖い怖い、面白い。そうね、うん、まあそういう活用法もあるんだ ね、チェキが。へえー、ね、そのお食事代も出してくれるなら、いいな、そのオーダーのチェ、うん、オーダーチェック。いや、ニヤニヤしちゃってるやん。何食べるか、そしたら、うなぎでしょ。ほんと大好きだね、うなぎ。いや、美味しいけどね、わかるよ。お寿司じゃダメなの？でもやっぱりお寿司よりうなぎらしい。いや、お寿司もうなぎも。何？じゃあどっちか、もう、どっちかだったらいいよって言ったらどっち行く？え、お寿司のあるうなぎ屋さん。ダメ。いや、うなぎのあるお寿司屋さん。うなぎ、だからうなぎのお寿司だね。あの1貫2貫ね、ないよね、うなぎのお寿司。うな重とかじゃなくてうなぎが食べれればいいんだ、まあ、うな重だいたいうなぎがあるとこ、うな重があるとこってうなぎあるよね。あ、そうだよ、ね、何言ってんのバカなの。何屋の話してんの今。うなぎ屋の話。うなぎ屋でしょ。うなぎ屋に行ってうなぎないわけがない。ああ、だいたいあるよねじゃない、あるんだからうなぎ屋だっつってんの。じゃあお寿司なんだね、その時は。まあ確かにお寿司だったらうなぎもあるし、アナゴもあるし、イカも、そうそう、イクラもウニもいっぱいあるからね、マグロもあるし、うん、ステーキは好きよ。でもステーキより、じゃあうなぎ屋さんか、ステーキ屋さん、まあまあそれこそ同じぐらい高級の、もう本当にすごいいいお肉出すし、うん、みたいなところはどっちが行きたいの。難しいよね、それは愚問って言うんだよ。いやいやいや、もう今日はどっちか、今日いやいやいや、本当に行くんじゃないけどね、今日行くなら今日、じゃそうそう、今日でいいよ今日、うん、やった、ありがとう。ちょっとバカ野郎、じゃあ、うん、やったじゃないよ、うん、やった、え、どっちがいい、うなぎとそのお肉屋さんはどっちがいい今日は、うん、あ、結構同列ぐらいにいるんだね、うなぎ。
断トツかなと思ったんだけど、断トツじゃないんだよ私。だってもう美味しいものいっぱい知ってるから。確かに。そうだから美味しいうなぎ、それこそ美味しいお肉、うん、美味しいお寿司、お寿司だったら、うん、だったら全部全部もういく全部なの、ね、それこそ俺じゃん、ロアさん自分のチェキ取ってさ、うん、ロアさん本当に美味しい、あのツイッターとか載せてんじゃん、ご飯とか、うん、あ自分チェキ、そうチェキ飯自分でチェキ、そう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 そっか、その手があったな、やばいね。そうだね。そうだね。そう。それじゃあ、それでもいいじゃん。るかな。そのルアチェキ飯をしてる、うん、ルアのチェキ飯とかどう？あ、ルア、うん、ルアがルアとチェキ飯してる、うん、ルアチェキを持って、あ、なるほどなるほどなるほど。なるほどね。わかる。いいじゃん。ここでさ、こうやってやってるところのチェキのチェキ飯をどうぞみたいな。わかりづらいね。わかりづらいけど、それがそのチェキが欲しい人は、うん、あの買ってください、物販で。そうだね。だからチェキ取んなきゃいけない、チェキ飯。どうしよう、何、うなぎ、うなぎ、うなぎがいいかな。いや、うなぎっていうか、まあ、いや、ちょこちょこ行くから、その時になんか適当に取りゃいい。いや、もう今日行くよ、今日。今日全部は急げみたいな。一人でね、一人でね、一人で食べに行って、一人でこう、いやいいチェキ用の写真撮って、うん、撮ってで、チェキ飯する。うん。うん、わあ、寂しい女やな。いや、でも寂しくない、チェキ。自分あでもみんなが寂しくないように、そう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 、そう、ね、ややこしいよね、ルアがルアとチェキ取ってるチェキ、うん、うん、でもいいし、ルアチェキじゃない、いいし、それチェキ飯っていうそのチェキを、あ、それを売っていけば、ほら、あとはお店の宣伝にもなるから新しいよね、チェキ飯っていうチェキ、チェキをチェキ飯、そうそう、どこどこ店とかね、あ、まあそうなっちゃうと、まあ、ちょっとねあれだけど、生活圏が分かっちゃうかもしれないけど、チェキ飯の、そう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 、マニアックすぎるよね。いや、そういうのが欲しいって。いないんだよ。唯一無二だよ。だってそれ一枚しかないんだよ。意外とさ、私面白いなって思う、うん、自分のアイディア、うん。だけど、意外とみんな、うん、あの普通にカレーにスルーするんだよね。うん、なるほどね、うん。いらないって言って。そうか。でも実際だって作ってないでしょ？うん、作ってない。作ってみたら気が変わるかもしれない。うん、チェキなんて取ったらだって終わりじゃない。コメントしようよ。うん。いや、そこまでしてさ、多分ルアちゃんと一緒にご飯食べてる時に圧感じたくないんじゃない？わかんねえやん。それこそ。やっぱいろんな人いるから。圧を感じながら食べるご飯がいいみたいな。開放感いらん。すごいプレッシャーじゃない？ルアに見られてるって。その方がほら、食欲湧かなくてダイエットになるかもしれない。痩せたい人ぜひ。そう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 。痩せたい人はぜひルアのチェキ飯で。うん、進まんなぁ、ご飯が、つって、うん。今日はもう帰りますみたいな。あら、今日早いねみたいな、まだビールも一杯しか飲んでない、半分も飲んでない、一杯しか食べないの、そうそうそう、いつももっと食べない、いや、なんかちょっと進まなくてって。原因はそれだね、うん、チェキ飯のせいだね、ルアのチェキ飯で、そうそうそうっていうね、うん、ぜひね、皆さんに買っていただきたい、うん、ルアさんのチェキ、そうだね、じゃあ、あのこの放送がアップされる頃には、うんうん、私の物販に、うん、ゾメと私のチェキを、うん、載せるよ、うん、そうだね、いや俺は関係ないじゃん、だってそれはロアさんよ、え？例のやつ、すっごい面白いすっごい面白いとか言わないで、面白くなかったらどうすんの、それはしょうがない、ゾメのせいだよ、ね、なんで俺のせいなの、こいつ絶対面白いこれいやこのチェキをさ、うん、こうやってさ、うん、これでさ冷静にさ、うんうん、ね、ご飯食べれるかな、いやそうだね、まあでもでニコニコの写真だったらやっぱり楽しく食べれるんじゃない、いいじゃん、これ、あ、いいじゃない、うん、おじさんとおばさんに見られるっていうね、いいじゃない、ね、まあ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 ね、うん、というわけでチェキ飯というのがあるので、はい、皆さんぜひ、物販でねチェキあったらそういう用途もあるから、そういう目的でチェキを取ってもらうっていうのもありだ ね、そうすると結構楽しいかもしれないね、そうかもね、うんうん、ただ取るよりはね、うん、うん、そうそうそう、というわけでよろしくお願いします。